鉱石研波機1960年代からの商業品種の結晶研波機点接触型の構造がよく見える 1N60 ゲルマニウムダイオード。ゲルマニウム結晶にタングステンの細針を接触させ、ガラス管中に風刺してある。ガラス管長約7ミリメートル鉱石研波機は、半導体の性質を有する鉱石に金属針を。 接触させ、ショットキー障壁による、整流作用を利用する、一種のダイオードである。世界最初の半導体素子の実用化であり、点接触型ダイオード、ショットキーバリアダイオードの遠い先祖とも言える。金属針を用いず、異なる鉱石同士を接触させることでも、同様に働くこともあるため、そのような構成のものもある。年。 ブラウンによって金属硫化物に金属針を接触させることにより、整流作用が生じることが発見され、1904年、ボースが型円鉱に金属針を接触させたもので、研波機としての最初の特許を取得している。1906年、ピカードがシリコン結晶に金属針を接触させて使うことで特許を取得した。 単結晶に金属針を接触させることにより、比較的その特性が安定。ピカードの発明は広く実用に供されることになった。日本では低新小電気試験所の鳥型ウイッチがほぼ同時期に発明している。鉱石研波機は世界中でほぼ同時期に少しずつタイプの異なるものがそれぞれ。 発明されているため、鉱石研波器の最初の発明者は誰であるといったように一般的に言うことはできない言える。鉱石の特に結晶が重要であることから、クリスタル研波器とも呼ばれるようになった。初期の鉱石研波器は、片円光や光鉄光などの天然鉱石に金属針を接触させ、ほぼ毎回感度の良い部分を金属針を動かし探って用いる。 方式のものであり、不安定で、調整の難しいものであった。現代の観点からすると、方円鉱や鉱鉄鉱などの天然鉱石は、結晶方位不定の竹結晶体であり、微視的には、荒い表面を持つ竹結晶面に、荒い表面を持つ金属面を接触させていることになるため、不安定極まりなくわずかな変化により、桁違いに変化する。そのために、 懸命に感度の良い部分を探すことになる。また一度、感度の良い部分を見つけても、空気中に置かれている鉱石の表面、そして、金属針の表面は、容易に酸化や水酸化される。したがって、使用の度に、金属針により、鉱石の表面を引っかき、金属と、半導体の海面を再生させて使わなければ、ならないのである。 従来のコヒーラとは異なり、無線電波を検出するだけではなく、整流作用により深幅変調の復調が可能であるため、無線電話の受信機に、さらには、世界的に、ラジオ放送が始まると、ラジオ受信機に多用された。最初に発明された、真空管である二極管により、BC 体や短波体のラジオ用では置き換えられたが、 真空管には電力を必要とする点から、電力を必要としない、鉱石圏波器は簡易なラジオに、あるいは周波数特性の点では、当時の二極管よりも優れていたことから超短波、以上の帯域の研究用などといった用途では、併用されていた。戦後は、トランジスタの発明により、半導体工学、半導体技術が発展し、半導体大ー度により、 従来技術の真空管や鉱石研波器やセレン整流器は置き換えられていった。しかし研波用には鉱石研波器に構造が近い点接触ダイオードが長く使われてきたのは点接触ならではの逆方向の静電容量が小さいという特性のためである。鉱石研波器の動作はショットキーによるショットキー障壁による現象であるとしてその一端は解明された。 しかしながら、微視的な詳細は21世紀に入っても未だ不明な部分があり、ショットキー素子を安定して製造することの難しさなど未完成の部分がある。工業的に安定したショットキー障壁の製造が容易となれば、低電力化という魅力的な可能性のある、低電圧化を主に半導体部品の能力の向上や、 新たな半導体素子の発明につながることが期待できるため、その研究は現在も半導体の最先端分野として進められている。トンネルダイオードやガンダイオードといった特殊な特性のダイオードには高周波発信回路への利用法がある。その方がと言えるものに、ヒューゴガーンズバックが1919 19年12月のラジオアマチュアニュース史上で 真空管に代わる増幅素子の開発を呼びかけ、1920年代には、鉱石を一種のトンネルダイオードとして使用した、発信回路の開発が、複数報告されたという事例があり、後の半導体エレクトロニクスの発展に向けた、先進的な試みの一つである。ショットキー障壁2016年7月10日閲覧、クリスタルセットアンプリファイズラジオダイジェスト、オーガスト12。 1922ページーズ1から2エクスパンデッドアウジオンアンドバキュームチューブデベロップメントハットエーセンセーショナルラジオインベンションラジオニュースセプテンバー1924ページ291ザクリスタジンプリンシプルラジオニュースセプテンバー1924ページーズ294から295 431ザトランジスター アンアンプリファイングクリスタル QST オクトーバー1948ページ48ありがとうございます。